い今回は遠赤外線効果なですねあのブラックシリカとあと、まあ、水晶の入ったブレスレットですねそれをあのご紹介したいと思います、まあ、ブラックシリカはですねあの北海道函館近郊のですね上の国町でしかこうあの産出しないですねそういう貴重な鉱石でございます 非常にこの遠赤外線効果が期待されるですね。あの、こういうブレスレットでございます。まあ、今回この水晶が2個入って、あの、糸はですね、こういう、あの、エラストマー糸って、まあ、日本製のこういう丈夫な糸でございますけど、まあ、シリコンゴムの一種ですよね。これを使っておりますので、まあ、どうかですね、こういう遠赤外線効果も期待できますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。